ロジータ、ベジータ、え、スジャータ、ロジータね。どうも、妖怪界の三代目ジードです。本日は、やっちゃったロジータ。そう、セサミストリートのロジータがやらかした件について、苦情が殺到している。見ていこうぞ。ペンネーム、ささみちょっとミートさんから、ジードさん。むちゃくちゃイラつきますね。先日アメリカのペンシルバニア州のセサミストリートの遊園地セサミプレイスで人気のキャラクターロジータがパレード中に黒人の女の子のハイタッチを拒絶したんです。しかもノーと言い、あからさまに拒否。その直後に白人の女の子にハグしていたみたいです。あまりにひどくないですか。黒人差別として行き過ぎではないでしょうか。これね、まあ一回見てみるか。ひどすぎるな、これ。子供の気持ちになると胸が張り裂けそうになるな。女の子誕生日やったみたいやしな。親も直後に抗議したみたいやけど、こっちが頭おかしいてめでロジータに見られたらしいぞ。ツイートが拡散してセサミプレイス側も謝ったらしいが、差別したとは認めなかったみたいで、同じ子を持つ親としては腹立つなー。これはでは私が代弁して、おいロジータ、てめえ誰やねー。セサミストリートにおるやつとか知らんぞ。しかもお前5歳の少女のくせに見た目で差別やったら、お前は人間でもなけりゃ髪の毛ルンペンで肌真っ青やんけ。お前みたいなやつリアルで前から歩いてきたら拒否どころかこっちは逃走するわ。お前の家族も丸ごとルンペン大集合やな。見た目で差別するくせに見た目区別もできんぐらい全員かぶりまくってんかな。まあけどロジータ関係ないか。中身の頭小は人は人の上に私しかおらずのユイが独尊鬼畜野郎。お前マジ頭に虫湧いてる。相手子供やで。わかる子どもお前みたいにまだ汚れを知らない子どもね。ゴリゴリの黒人マッチョにも一緒のことできんのかい。お前の鎖に鎖まくってゴミ箱行きの頭はどうせできん弱虫小虫一気ったむしやろかい。ほんま頭の悪さに哀れむわ。世界中があなたの頭の中身を軽蔑しています。あの時に子供が味わった悲しみの1億万倍の悲しみをあなたにそっとプレゼント。神様からのおゆうや。あとさあ、これも見て。もうふざけんなよ。差別主義者、やりすぎにも程がある。いや、ヘドが出るわ。これって同じセサミプレイスちゃうんか。セサミプレイスよ、面接で中身まで見た方がいいですよ。徹底的な指導をしていくとかやなくて、こういう頭の中身のやつ徹底的に排除せよ。これできなきゃセサミストリートをスサミストリートに改名せよ。これしょうもない。ロジータへの苦情を見てきましたが、結局ね、中身のやつ白人やろ。昔ジードもニューヨーク行った時、マクドの注文できずレジ前で困ってたら畳みかけるような英語でキレてきた店員は白人だけど、後ろから黒人のおばちゃんが助けてくれてにっこり。むっちゃ太ってたババアやけど優しさに感動したな。黒人の方が差別で辛さを知っているから人に優しくできるんかもね。恥を知れよ、クソロンペン怪物家族ロジータの中身のやつ。あ、またロジータディスってもた。どうでもいいけど、昔から思ってたこの二人モデル、我らが関西を誇るダウンタウン様、まっちゃん浜ちゃんやろ絶対。似すぎやろ。あとゲイではないらしい。しょうもな。はい、おつー。もうくだらん、ほんま妖怪から苦情ばっか。まるで指揮者ボス相模バッハ見たく裁く、こんな言葉ばっか。しょうもない上に情もない、くせ者もない。